こんにちは、ライフルホームズ住まいの学校講師の高瀬です。今回は注文住宅を検討されている人向けに土地選びのチェックポイントをお伝えしていきたいと思います。将来注文住宅を建ててみたいなとお考えで、土地を所有されていない人は必見です。こちらの動画を見ていただくことで、土地選びの考え方や見るべきポイントについて理解が深まると思います。現在すでに土地探しを着手されている人もぜひ参考にしてみてください。それでは土地選びの主なチェックポイント3選です。1つ目、土地の面積と形状。2つ目、地盤の状態。3つ目、立地の要素と優先順位です。それぞれ順番に説明していきます。まずは土地の面積です。敷地面積とも言います。面積を気にすると同時に、建蔽率と容積率も一緒に押さえておきましょう。それぞれ解説いたします。建蔽率と容積率はこのように何パーセントかという表記の仕方が一般的です。建蔽率は分かりやすく言うと、1階部分の面積です。例のように、土地の面積が120平米の場合、それに対して建蔽率は 50% なので、つまり60平米までは1階部分の面積として許されます。容積率は全床面積の合計が土地面積の何パーセントかというものです。容積率 100% であれば、1階と2階もしくは3階など全フロアの床面積の合計が120平米以下でないといけません。つまりこちらの敷地でもし2階建てを建てるとしたら、1階60平米、2階60平米の合計120平米の建物を建てようと考えられるわけです。ちなみに4人家族で住む場合、広さは100平米くらいで、間取りで言ったら 3LDK くらいが不自由なく暮らせると言われています。100平米以上ある土地でも、建蔽率と容積率によっては100平米以上の建物が建てられない場合がありますので、ライフルホームズで土地を探すときはその2つも注意して見るようにしましょう。また土地によっては高さ制限というものもあります。3階建て以上を建てようと思っていても叶わない場合がありますので、事前に不動産会社の担当者さんに確認を取るようにしましょう。続いて土地の形状です。土地の形状も様々ですが、それぞれにメリットとデメリットがあることを理解しておきましょう。狭小地は面積が小さい分安く買えますが、家の中では物理的に同居人との距離が近くなるため、プライバシーが維持しにくいというデメリットがあります。縦長型は縦売り住宅によく見られる形態で、南向き、南側道路に位置していることが多いです。しかし図のように隣接する建物が近い場合、開口部が2箇所に限定されるため、日照や通風、騒音が弱点になる場合があります。変形地はどうしても余分に敷地のスペースを余らせがちになりますので、お庭を有効活用したい人には向いているでしょう。また多くの場合、図のように2方向に面しているので、日照や通風には恵まれると思います。旗竿地は少し奥まったところに位置しているので、周りにも家が建っていると、やはり日照や通風には不利な立地と言えます。しかしその性質上、周囲の土地よりは安く買えることがメリットと言えます。そして形状とは少し違いますが、道路の位置や古屋があることによっても価格に影響があります。一般的には明るさなどで南向きが人気な分、北向きは価格が下がる傾向にありますし、古屋付きの土地も解体費用やその手間を持つ分、価格を下げて売りに出されていることが多いです。このように土地には必ずメリットとデメリットがあります。一般的にいい土地と言われる立地良しの整形地は価格が高いことがデメリットになります。パーフェクトな土地はないと思って、明るさ重視なのかお庭重視なのか、優先順位を立ててから探すようにしましょう。次は地盤の状態です。柔らかい土地の上に建物を建てると徐々に沈んでいってしまいますし、地震が来た時に建物は無事でも、土地が歪んで建物が傾いてしまったら大事故にもつながります。そのため、そういった場合は簡単に言えば土地を固める工事、正確には地盤改良工事を行います。土地によっては地盤改良工事をしなくても建てられることもあり、その場合は工事費0円で済みます。しかし地盤改良工事を要する土地の場合、その工事の規模によって20万円から200万円程度かかることもあります。できれば抑えたい出費ですよね。地盤の状態についてはネットでもある程度調べることが可能です。地盤安心マップで検索してみてください。概要欄にも紹介記事を貼っておきますので、後でチェックしてみてください。
最後は立地の要素と優先順位です。買って長く住むならこの場所、この駅、このエリアなど、皆さんはすでに決まっていますでしょうか。全くまだ決まってないよという人は、まずは立地にはどういう要素が含まれていて、どういう基準で決めていくものなのか、そこから学んでいきましょう。すでに場所の目星がついているよという人は、次の説明を受けてなぜその場所がいいと思ったのか、改めて整理してみてください。まず立地の要素は以下の3つに大分類されます。ある起点までの時間や距離、災害の危険性、そして環境や街の雰囲気です。それぞれ具体的な要素はこちらをご覧ください。起点によく挙げられるのは職場やご実家です。よく行き来するところへの距離は近い方がいいという考えですね。災害の危険性は先ほどの地盤もその一つです。その他洪水や津波なども気にされる方は多いのではないでしょうか。ライフルホームズでは洪水ハザードマップを見ながら物件検索ができますので、気になった方は概要欄からどうぞ。環境、街の雰囲気は都心部と郊外の良し悪しを比較してみたり、要素としては治安も含まれます。繰り返しですが、パーフェクトな土地がない以上、絶対に譲れない条件は何なのかだけ明確にしておくと、納得のいく決断ができるかと思います。以上、土地選びのチェックポイントでした。皆さんいかがだったでしょうか。この動画の中で説明しきれなかった内容は別途関連動画からご視聴ください。またチャンネル登録、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。